こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画では、今僕が一押しのスニーカーをですね、一足だけに絞って皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。メンズの靴というとですね、大きく分けると、革靴とスニーカー、この二つがあるわけなんですが、今はですね、どちらかというと、スニーカーの方がトレンドですとか、より定番的になっているのかなというふうに思っています。 まあ、大枠で言うとですね、メンズファッションというのは徐々にカジュアル化してきているという歴史があるんですね。その流れの中でどんな靴を履くのかというところもかなりですね、ここ最近はカジュアル化してきているのかなというふうに思っています。その代表的な例としてビジネスシーンでもですね、 割と定番的なストレートチップのような硬いものから、それがローファーみたいなものも OK になってきて、場合によってはネクタイをしない環境であれば、スニーカーでも OK ですよという職場もちょこちょこ出てきたんですね。ですので、こういったビジネスシーンの中でのカジュアル化というところの流れの中で、やはりですね、革靴よりもスニーカーの方が最近はですね、勢いがあるのかなというふうに思っています。まあ、スニーカーというのは結構ですね、幅が広いんですよね。 本当に色々なものがあって、よくですね、僕はカジュアルと綺麗めのバランスということを話をするかなと思うんですが、まあ、スニーカーというジャンルの中でもカジュアルなものから綺麗めなものまでですね、結構幅広くあるわけですね。例えばカジュアルなもので言ったら、ナエキですとか、ニューバランスですとか、アディダスですとか、こういったブランドのロゴがですね、しっかりと付いていて、色もたくさん使っていたりだとか、あとはデザイン残っているもの、こういったものがカジュアルのスニーカーかなと思いますし、一方で綺麗めのスニーカーといったら、 白だとかブラックのレザースニーカーですね。まあこういったものであれば、ローファーに次ぐ綺麗さというものがあるので、割とですね、ビジネスカジュアルのシーンでも使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、このように幅広いスニーカーの中で、僕がですね、今大人の男性にこの一足だけ持っておけばいいというものを紹介したとしたら、今回ご紹介するこちらのスニーカーですね。 これがまず間違いがないんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、ちょっとですね、近くでお見せしたいなと思うんですが、こちらはですね、ジャーマントレーナーという形のスニーカーになりますね。以前の動画の中でもちょっと触れたことがあるんですが、これがですね、使い勝手がめちゃくちゃいいんですよね。まあ、僕は私物としてすでに一足持っていたんですが、最近ですね、もう一足買い揃えたわけなんですね。 普段プライベートで履く用のものと、そして今回ですね、事務所の中で撮影で使う用のものとして、また新しくですね、こちらのジャーマントレーナーを購入しました。今僕が持っているのはこちら、グリーンレベルのジャーマントレーナーなんですね。まあ、ジャーマントレーナーという言葉自体、まあ、そこまでですね、聞き馴染みがない方も少なくないかなと思うんですが、このスニーカーというのは、旧西ドイツ軍のですね、 トレーニング用のスニーカーとして開発されたものなんですね。ですので、いわゆるですね、群物っぽい雰囲気があるような、すごくですね、クラシカルなスニーカーになってるんですね。素材は主にレザーでできているものが多いんですけども、表面を見ていただくと、スムースレザーとスウェード、この2つが使われているのが、ジャーマントレーナーの特徴かなというふうに思っています。デザイン的には、決しておしゃれさを狙ったものではないんですが、 この武骨で男らしい感じというのが、かえってですね、おしゃれ好きな男性に響いていて、今では定番的なスニーカーとして、 結構様々なブランドからこのジャーマントレーナーが出てるんですね。僕は今回ですね、グリーンレベルのオリジナルのものを買ったわけなんですけども、本当に様々なブランドが取り扱いしていまして、僕はもう一つですね、実はジャーマントレーナー愛用しているものがあるんですね。それがこちらなんですね。こちらはマルタンマルジャーのジャーマントレーナーになってまして、ちょうど1年ぐらい前に購入したもので、 これはですね、仕事の時に僕は主に愛用するようにしています。このマルジェラのジャーマントレーナーっていうのが初めて出たのは多分2002年とかそのあたりだったかなと思うんですが、まあ当時はですね、やっぱり群物のイメージが強かったジャーマントレーナーを モードな雰囲気を取り入れながら再構築したのがこのマルジェラのジャーマントレーナーになってるんですね。それ以来このジャーマントレーナーという形が様々なブランドで取り上げられるようになったわけなんですが、僕もですね、こちらは愛用しています。まあ、確かにですね、並べてみると違いはなくはないんですね。 まあこのように比較してみていただきたいかなと思うんですが、こっちがグリーンレーベルのジャーマントレーナーで、こっちがマルジェラのジャーマントレーナーですね。実はですね、価格が全然違いまして、こちらのマルジェラのジャーマントレーナーって確かですね、 6万円台だったと思うんですね。そしてこちらのグリーンレーベルのジャーマントレーナーは1万円未満で買うことができるんですね。およそ6倍の価格差があるわけなんですが、まあ、パッと見ではですね、そこまでデザインの違いは感じられないかなと思っています。まあ、デザインソースとなっているジャーマントレーナーというところは変わらないので、パッと見ではですね、本当に差は感じられないかなと思っています。 あくまでこのあたりは気分の問題も大きいかなと思っています。まあ、マルジェラの良さというのは着ていて気分が上がるというところと細部の小さなこわりというのが散りばめられているわけなんですが正直ですねパッと見ではそこまで違いが分かりづらいかなというふうに思っています。このマルジェラのジャーマントレーナーのおかげでここ最近ではこういったジャーマントレーナーの評価というのが上がっているのかなというふうに思っています。まあ、このジャーマントレーナーの良いところというのは様々なスタイルに合わせやすいというところなんですね。 今の僕の着こなしというのは割とカジュアルなんですが、こういったカジュアルシーンの中でも使うことができますし、あとはビジネスカジュアルの中でも意外とジャーマントレーナーって使うことができるんですね。まあ、このように一足あれば様々なスタイルにも応用が効くというところがジャーマントレーナーの良さなのかなというふうに思っています。ということでこの後ですね、実際にこのジャーマントレーナーをですね、様々なボトムスと合わせながら この使い勝手の良さというところをですね、皆さんに改めてお伝えしてみたいなというふうに思っています。はい、ということで実際にですね、履いた状態を皆さんにお見せしてみたいなというふうに思っています。まずコーディネートとしましては、こちら、ブラックのスラックスですね。まあ、こういったものを履いてるんですが、まあ、これ以外にもですね、ユニクロのスマートアンクルパンツだとか、 もしくは腰にゴムが入ったようなイージーパンツだとか、まあそういったもので置き換えてもらうのもいいかなと思うんですが、こういったブラック系の小綺麗なパンツとこういったジャーマントレーナーはですね、かなり相性がいいなと思って、個人的にもこのような着こなしをすることが多いんですね。まあブラックで色を引き締めながらも、足元で少し明るさを出してあげるというようなイメージですね。まあこのようなクリーンなスタイルもいいかなと思うんですが、 こういった白系のスニーカーといえば結構定番的なのはスタンスミスだとかスーパースターだとかこういったスポーツブランドのですねロゴの入った白レーザースニーカーなんですけどもジャーマントレーナーというのはそういったスポーツブランドのロゴが入っていないのでよりクリーンな印象になりやすいかなと思っていますロゴが入ってるか入ってないかでかなり印象が違くて僕はちょっとスポーティーな香りを出したい時はスタンスミスなんかを履くんですがそうじゃなくてちょっと綺麗な感じだとか 適度にダサかっこよさみたいなものを入れたいときに、こういったジャーマントレーナーを履くようにしています。このジャーマントレーナーっていうのは、デザイン的にはすごくベーシックなんですけども、どこかですね、軍物だとか、作業靴感みたいなところがあって、そこのやぼったさが結構気に入ってるんですね。特にですね、このゴムっぽい底の部分ですね、ここのやぼったさっていうのが嫌いな方も中にはいらっしゃるかなと思うんですが、個人的にはこの感じも嫌いじゃなくて、 先ほどもお伝えした通り、ややや暮ったい感じだとか、ダサかっこいいところというのも表現できるかなというふうに思っています。まあ、スラックスのスタイルだとか、小綺麗なパンツのスタイルに対して、少し明るさを足す上で白レザースニーカーというのは機能しますし、まあ、基本的にはクラシックで使いやすいデザインではあるんですけども、適度にや暮ったさがあるという意味で、すごくですね、バランスのいい一足なのかなというふうに思っています。ぜひ皆さんもこういった黒系のパンツをですね、合わせながら楽しんでいただければなというふうに思っています。 はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、ボトムスはグレー系の色落ちの下デニムですね。 そちらとジャーマントレーナーを合わせてみました。ボトムスはですね、先ほどのブラックのスラックスに比べると少しカジュアルな方向に振ったかなと思っています。カジュアルなボトムスとこういったレザースニーカーもですね、両方ともカジュアルではあるんですが、まあ、スニーカーの中でもやや綺麗め寄りのジャーマントレーナーを履くことでカジュアルになりすぎないので、個人的にはバランスがすごくいいのかなと思っています。よくですね、デニム系と白レザースニーカーを合わせるんですが、そういった着こなしの延長線上として、このジャーマントレーナーもハマりがいいかなと思うので、 ぜひ皆さんもですね、お試しいただければなと思っています。結構ですね、デニムのスタイルを好む方は僕ら大人世代には多いかなと思うので、特にですね、ブルージンザとかグレージンザとかブラックジンザとかそういったもので細身のものとジャーマントレーナーはすごく相性がいいので、 こういった着こなしもですね、一つの参考にしていただければなというふうに思っています。まあ、ちなみにですね、今僕が履いているのは40というサイズなんですね。僕は普段ですね、26センチのスニーカーを履くことが多いんですけども、まあそういった部分を考慮してもですね、やや大きいかなと思うんですね。まあつま先に少しゆとりがあるんですけども、これぐらいであればですね、特に不快な感じはないかなと思っています。めちゃくちゃ履きやすいかというと、そういうものではないかなと思うんですね。ニューバランスのスニーカーとかもよく履くので、そういったものの履き心地の良さにはなんか なかなか及ばないんですがスニーカーということで最低限の履き心地の良さというのもありますしレザー自体も柔らかいのですごく使い勝手が良い,い一足になってるかなというふうに思っていますはい続いてのコーディネートなんですがネイビーのセットアップに対してジャーマントレーナーを合わせてみましたどうでしょうかこのようなですねビジネスカジュアルを想定した着こなしにもですね結構ジャーマントレーナーというのは相性がいいんですね まあスラックスとこのようなジャーマントレーナー、いわゆる白レザースニーカーなんですけども、その相性もいいんですけども、その中でもちょっとした癖のあるジャーマントレーナーであっても、まあベースは白のレザースニーカーなので、正直ですね、こういったセットアップでも浮くことがなくてですね、綺麗にはまるかなというふうに思っています。僕はですね、今ネイビーのセットアップの内側にライトグレーの丸首のニットを合わせているような、 ビジネスカジュアルの中でも少しカジュアル感の強いような着こなしになってるんですが、そういう時であれば、ホワイト・ジャーマントレーナーは相性がいいかなと思っています。 一方でセットアップに対して脳体のシャツなんか合わせたようなやや綺麗めな感じだとちょっとジャーマントレーナーだとカジュアルすぎるかなと思うのでそのあたりのバランスは意識していただければなと思っています丸首のニットなのかもしくはですね丸首の T シャツそういったものをインに合わせるときにはジャーマントレーナー相性がいいかなと思うのでぜひですね取り入れていただければなというふうに思っていますちなみにですねこういったスタイルの時の靴下なんですが今回僕はですねボーダー柄の靴下を合わせています まあセットアップということで靴下をですね結構真面目に振ってしまうこともあるかなと思うんですねブラック無地とかで合わせてしまうとちょっとですねジャーマントレーナーのカジュアルさと合わなくなってしまうのでややカジュアル感があるようなこういった細かいボーダーの靴下ですね これであればカジュアルすぎず綺麗めすぎないのでちょうどセットアップと靴をですね繋いでくれる役割を持ってくれるかなというふうに思っています。ぜひですね、こういった形でジャーマントレーナーとセットアップという組み合わせもですね、トライをしていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では僕がですね、今一番をしているスニーカーであるグリーンレベルのジャーマントレーナーについて解説をさせていただきました。まあ正直ですね、先ほど見ていただいた通り、この一足があれば結構ですね、様々なシーンで使い勝手がいいかなと思ってるんですね。そして何よりの魅力が価格ですね。 まレザーを使いながらも1万円を切るというコストパフォーマンスの高さはかなりですね、皆さんにお勧めしやすいポイントかなと思っています。ちなみにお伝えし忘れていましたが、これは PR 案件でも何でもありません。僕が個人的に買って良かったものですね、皆さんにご紹介している形になっています。まあ、先ほどもちょっとお話ししましたが、マルジャンのこういったジャーマントレーナーもすごく気に入ってるんですが、普段にガンガン履くにはですね、ちょっともったいないかなと思うんですね。 その点1万円を切るぐらいのですね、こちらの価格帯であれば、ガンガン履けるというところも、すごくありがたいポイントかなというふうに思っています。この数ヶ月ですね、しばらく在庫はなかったんですが、久々にサイトを見たらですね、結構サイズが揃っていたので、今回は実際に購入をしてレビューをしてみました。ぜひ皆さんもこちらの動画の下の概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、気になる方はサイトの方もチェックしていただければなというふうに思っています。 ま、僕自身もですね、改めて撮影の機会で使っていきたいなと思ってますし、普段子供と遊ぶ時にもですね、ちょっと変則的な白レザースニーカーとして、こちらをこれからも愛用していきたいなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストのおいしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル